あって、そこからここまで走ってこなきゃいけないわけですよ。え、あの鐘鳴らしてるところから？やっと。来た！おお、来た！オキツダブルオーセブン。これは指差し確認かな。えい。さあ、指差し確認来るのか、脱いだ。だからもう脱いだろ、デフォルトになっちゃってんじゃん。もう脱ぐのが。じゃあやるか。うん。L！おお V E みたいになってる。どうなってるの。ああ、指差した。行くぞ。じゃあまた何分か見せて。何分か見せて。何分か準備だ。うん、準備いきますよ。今3時間14分20秒じゃ、40秒で14分40秒からで、はい。うわー、ドキドキすんな。これ裸だからな。あと10秒。9、8、7、6、5、4、3、2、1、始め！やあ！あしゃあ！いきなり来て、これはひどい。これはひどい。まあ、こうなりますね。あの、侵入の人は、そうなんですよ。あの、雑魚敵が、うん、その、侵入者の味方になるんで。なる。雑魚いないところ。コンビ中で雑魚誰もいないとさすがに。うん、じゃあ今のうちに、うん、次入る時までにレベル10個ぐらい上げといてもいいっす。うん、あのね、相手にならないかもしれない。さすがにね。うん、よし行こう。キング、倒すかもしんないからね。回収しよう、うん、あ、やべ、ジョナさんが、ジョナさんがすでにちょっと食らってるけど大丈夫かな。え、なに、え、おき、ごめん、ごめんよ、一撃。これボス戦に関してはもうあれですね、うん、もうね、おきつさんというこのハンデが。まあ俺だとしてもですよ、これは。だって裸で輸血がないわけじゃん。じゃんか、うん、厳しいっすよね。ちょっと厳しいね、うん。そうする、服着るかい？うん、おきつさんだけは、いや、まあ、みんな着る、うん、みんなだってせっかく、うん、衣装考えてきたのに見なされてるから。そうだね、最初のやつがいけねえんだよ。そうだ、最初あいつがいけねえんだよ。服着よう。じいさんじゃない方だっけ、脱ぎ出したのって。じいさんじゃないね、じいさん服着てた。ああ、あれだ、ね、トリプル O だ。トリプル O がいけないんだよ。そう、おっさんね、おきつおっさんが、うん。もうみんな今服着てんのかな。今服着てますね。うん、そうそう。ちょっとね、そう、じいさんのね印象が強すぎましたね、確かにね。うん、いい名前だったな、おきつじいさん。きつじいさん、ごめんなさい、すみませんって謝って。最初からすごいね。え、どこ？ごめんなさい。アリーナにいたのかな。おきつおっさんはアリーナにいたの。じゃあ、昔の放送の時もそうなんですけど、誰かが流れを作るともうそれで行くしかなくなるんですよ。そうね、なぜか。そうね、うん、あ、かっこいい、久しぶりにかっこいいわ、うん、今日は女装したり、うん、裸になったりだったから。そうそうそう、来てくれないかな。いや、もうおきつさんにも昔のやつを見せてあげたいですけどね、うん、読んでた時のそれぞれのこのなんだ、こういうコンセプトですみたいな、うんうん、なんかよくわかんないけど、あのウコンサコンが出てきたりするんですよ。あと金閣銀閣になってやってくるみたいな。お前らなんでそれコーディネートできたの、2人で。え、三うち子、あ、逆から読んで、逆から読んで、逆から読んで、うん、うち子、うち子、三うち子、うん、お、三うち子、お前、裸やないか。まあ、俺準備してたから。裸やないか。お前。はいはい。よしよし。すぐ来そうですね。サウチコ、服着ていいよ。うん。そうですよ。うん、それ顔に傷がありますね。サウチコ。なるほどね。ああ、来た。来た来た。うん。よかった。え、ズボン履かないの？髪薄いっすね。髪薄いし、ズボン履かないのかな？
上だけなの、うん、あれズボン履かないの、履いてる履いてるけど、うん、短パンでいいのね、うん、またじゃあ脱いだ、うん、髪短いですね。俺なのかマフィア梶田さんのかどっち、うん、うん、よしじゃあ行ってたら来るかな、来るかな、今鳴らしたのは鳴らしたからね、うん、行きましょう、こっち、え、こっちか、あ、違う、こっちだ、もうダメだ、エレベーター、すでに、ああまさか、やめて、あ、音が見つかりました、お、やった、無視していくの、あれ、読みにくい人、わー、いやー、ここまで来ちゃってんね、奥さん、奥さんの、あれ、違う、さっきの奥さんじゃない、大文字奥さん、あ、そう、どうしたー、奥さん化粧の化粧石さんもろた、うわ奥さん、次の奥さん来た、2番目の奥さん、2番目の奥さん来た、あ、来た、あ、奥さん、奥さん、さっきの人で別れたんで、え、違う、え、うん、あ、違う人だ、やっぱちょっとファンキーだもん、えい、うん、とかもうめんどくさくなっちゃった、奥さん、奥さんちょっと顔見せてよ、奥さん、奥さん止まって止まって止まって、奥さんまあね、あの放送のラグがあるからね、しょうがない、奥さん美人、奥さん美人だよ、奥さん赤髪のすごい可愛いよ、うん、ちゃんとグラサンの色とかみんな変えてきてんだな、行きましょう、今回なんかちょっとバラエティに富んだメンバーで、うん、でね、この3、この逆から読んでる人が何て読んでいいか分かんないんだけど、サンウティコさんだからさ、あー危ねえ、もうそれさ、わざとやってねえか、誰か誰か人に落とそうとしてねえか、俺っすねちょっとやってる、ちょっとやっちゃってる、よし行きましょう、まあね、あそこを踏んどけば次来るときに楽は楽なんですけど、いつものパッタインと一緒で、何してんの、行き止まっちゃった、行き止まっちゃった、輸血ないからね、輸血ないからね、言いました、あ、また印がついちゃった、うん、戦ってる、戦ってるな、え、何してんのこれ、大丈夫、ラグか、これは、これほっといていいですよ、これラグの部分なんで、じゃあ登ります、うん、登っちゃ大丈夫です、あ、ぶね食らった、ちょっと、うん、本当に大丈夫、あの子たち多分、あ、でも倒しました、うん、うん、あ、奥さん帰っちゃったよ奥さんあれ、奥さん、そしてサンウチコはあそこに固まってるし、サンウチコは固まってるし、サンウチコも帰る、あ、ちょっと、あ、ネットワークで、ネットワークか、切断されちゃったみたいですね、ですね、いっぱい鳴らそう、お前しょうがないです、鳴らせば大丈夫ですか、また鳴らしていればそのまま大丈夫なはず、なるほどなるほど、じゃあこれでセッションのやつですね、まあ、しょうがないね、あ、もう一回来るのをこのまま待てば、うん、いいですね、じゃあ面白い、待ちますか、まあもう正直あれですからね、僕の考えた最強のおきつさんコーナーですから今ここで待ってたら鐘鳴らす女が出てきて、うん、あ、もしかしたら1対1で戦うことになるかもしれない、ね、戦うかもしれない、うん、もうびちょびちょやで割とね、うん、来るかな待ってみよう、いやー、これ、あ、危ない、あいつがいるとこでおきさん1対1になったら大変なんなんですよ、こいつ赤いんだよな、目が、なんでだろう、強いやつ、今ルドウィークの、あ、ちょっと気づかれてる早く立ってよ完全にハグマンにされちゃってんじゃん、ハグ、ちょっと警備の人何やってんの死んだ最悪だ、3600ロストっすよ、こうなると大丈夫ですよ、何がで、ここまで来ればいいんでしょ、いや、まあそうですよ普通にね、もう普通に面白くなっちゃったな、やばいっすね、これはあの真面目にプレイできないパーティーですね、今ね、できないですねでだからといってね、見たいもん、もっと見たい、そうボスのとこに1番落としてますって言われたけど、あれその前に落としてたそれは忘れようよマジで落としてた、だってキングに倒されちゃったもん、そっか、うん、
あとまだ21回読めますか、大丈夫ですよ、うん、うん、まあロストはもうしょうがないね、こんだけやってるから。うん、いや面白いな。あやべえ、トイレ行きたいのにもうあれだ、次の人来るからその人見るまで行けないわっていうか、その人の結末が見るまで行けないから結局行けないわ。行けない、もうずっとずっとここで。おもう見つかった。うん、早いですね。うん、誰だな、誰が来るのかな。スラッと、あこれはもしかしたらえ違うかもしれないですね。あこれ普通の人っぽいですね。あ普通の人だ。指差し確認してみたい、うん、これ指差ししてもらって、いやあれ、いやでもこれ、まあ、指差し、あいや指差したから差したみたいなね。うん、これは多分普通の人だと思います。なった方がいいかもしれない。じゃあ脱いだ方がいいっすよ。うん、脱げば脱げ、これはこれの場合は脱ぐしかない。うん、そうでウェーイって回って俺これだぜっていう、そう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 、いいのかと。うん、あ見てくれ見てる気もすんな。そうですね、名前は特にだけどみたいなね。もし見ていたら、うん、もう一回今指差しをやっていただく。あそうか、そうかやらずに、もし見てるんだったら指差しをもう一回ここでね、そしたら見てる人だわ、名前はあれだけどっていう。トップハットなんだよな。そうなんだよ、確かに、うん、で仕込み勢でしょこれ。そうな、あれどっちそれ。内緒、いや内緒だよ、あ内緒って言ってる。じらされてるっていう。ああ見てる人、見てる人だ。もうだって俺トップハットだ。もうちょっとあれだもん、俺の中で変な疑惑が、うん、もう橘さんなんじゃねえかぐらいの勢いです。おきずさんの元カノが来ました。なんでだよ。ちょっとマジで、ちょっとカノカノ、おいおい事件だよ。元カノ来た、事件だってそれ。え誰だろう、ちょっと誰だろう、いや誰だろうとか言っちゃダメだよ。ダメだよ、言って付き合ってこないって言わなきゃダメよ。いたおきずさんの元カノ。あシュッとされてますね。かっこいいな。ちょっと久しぶりだね。元気だった？わかんないのにね。もう確認しなくていいでしょ。もう元カノつってるからね。うん、ごめん、俺こんなになっちゃった。すげえな。元カノ来ちゃったよ。ね、面白い。今回女性が2人で、うん、これなんて読んだら、スラサーサートって読むのかな。スラット、スラット、そうなのかな、うん、はい、乗りましたね、うん、いきますよ。多分キャラクターのなんだろう、その装備だったりなんたりは揃えてて、うん、名前まではやってなかったっていうだけの人でしょうね。お、そして新入社が、これはこれ別に裸じゃなくていいんすよ。そうですね、そうですね、うん、おマンこんにちは。マジで最悪なやつが、うん、最悪なやつが来やったら。ここでしかもここできますから、僕着ていいんすよ。大木さん着る、うん、着たくないないや、そのまま行くならやってていいですよ。これどっから来んだ。そうですね、どこに出現してるか怖いなあ。今あ戦ってる、鳥は戦ってる。とりあえず登っちゃう。あまあまあまあ追っかけては来ますから ね、とりあえず登っちゃおうか、うん、したら登ったとこにいたとかね。あー危ね、あこれ危ね、危ね、危ね、死ぬ、普通に死ぬ。みんな来い、来るかな、来るかな、来てる、あー来てる来てる来てる、よし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 、わー上にいたらどうしよう、怖え怖え、どこから来るのか分かんねえから怖え。あれ帰っちゃった、あれなんで、あみんな帰っちゃった、あれ、あでもマンこんにちは帰っちゃった。じゃあギリギリ。え？じゃあスラットさんと、す、うん、ああ、あでも金を回してる。うん、スラットさんと。